はい、おはようございます。ラスカルでございます。ということで本日は美味しい町中華を食べに行きましょう。いやね、今日行くお店取れてめっちゃ嬉しいんですけど、本日はですね、栃木県の宇都宮市に来ておりまして、先日うちの家族とね、この宇都宮に遊びに来た際にたまたま昼食をね食べに行ったお店さんがめちゃくちゃうまくてですね、でどうしてもそこのお店を取りたいなと思い、今回はですねその気になったお店撮影しにこの宇都宮市に来ました。本日ねお伺いするお店は店名にラーメンと入ってまして、名前の通りですねラーメンが基本のお店なんですけれども、いわゆる町中華にあるような一品物が多数ございまして、それがものすごい美味しかったんですよ。ただ撮影以外でね普通に行ったので、その時に食べきれなかったメニューなんかもたくさんありまして、本日はね気になるメニューを全て食べていこうと思います。まだですねお店の営業30分前、今ね10時半なんですけれども、早速ね本日のお店へ向かっちゃいましょう。いやめっちゃうまいんだよな。腹減った。まあ向かいますかと言ってももうね、オープニング撮ってるところからお店まで約 2,3 分のめちゃくちゃ近い距離なんで、すぐ着くんですけどね。もう本日目的のお店見えてきましたね。はい、ということで本日の目的地到着しました。僕の後ろに見えておりますラーメン延々さんでございます。本日もですね朝から何も食べておらず、がっつりとお腹空かせてますんで、この延々さんで美味しい料理たくさん食べていこうと思います。ということでただいまですねこちら延々さんの店内に入ってまして、今日はですねいつもと違ってバンと頼んで全品並べるっていうよりかはね、自分が食べたい単品をちょこちょこと注文してね、皆様に紹介しながら好きなだけ食べていこうかなと思います。でもうね一発目の注文は完了してるんですけれども、本日はチャーハン、ライスでレバニラ炒めにスペアリブ酢豚と、このね4品を1人目に注文させていただきました。もちろんねラーメンとかも美味しいんだけど、週末で祝日限定のねエビチャーハンなんかもこれ絶品でして、で今日はねちょっと残念ながら平日なんですけれども、通常のねチャーハンもめちゃくちゃ美味しいので、ぜひね皆さんに紹介させてください。梅がね、あるんでね、気をつけてね。はい、ありがとうございます。ということでメニュー到着しました。まずねスペアリブ酢豚ということで、ちょっとねこれ前回来た時に食べれなかったんですけど気になっててね、早速ライスとともにいただきます。もう早速ねスペアリブからいっちゃいましょう。スペアリブこんな感じですよ。うわこれは絶対米合うな。いただきます。うわいやめっちゃうまいな、米だな。あーうまっ、うん、オープニングではですね一応分かりやすいようにと言いますか、メニュー構成がラーメンであったりとか一品物であったりとかで町中華とお話しさせてもらったんですけど、味はねほんと本格中華なんですよ。わかるかな、このねスペアリブなんかもケチャップ系の甘酸っぱい感じではなくて、オイスターソースだったりとか、あと甘みがあったりとかね、でもちろん香辛料とかもしっかり入ってて本格中華なのよ。ガチ中華うまい。またでもこれ骨離れもいいわ。うん、スルッとお肉取れちゃいますよ。スープがうまいんだよね。この延々さんのラーメンっていうのは鶏と煮干し系だね、これのダブルスープなんですけど、この付け合わせには多分そのスープなのか、これ、ね、煮干しがグッと効いた美味しいスープでしてちょっとすぐ飲み干しちゃったんですけど、やばい止まんない、全然止まんないわ。あと追加またお願いしていいですか。ごめんなさい食べたすぎまして、いつもだったらねご飯おかずちゃんとバランスよく完食するように食べるんですけど、今がっつきすぎまして、まだね1品目のこのスペアリブ酢豚は食べきってないのに、さらっとね
ご飯食べきっちゃいました。おそらくね、通常の並サイズだったらこのおかずたち食べるのに全然お米足らないと思ったんで、続いてね、おかわりで大ライス注文してあります。ちょっと今大ライス追加でしたものが到着しまして、で一品もの続いてレバニラですね。まだこの酢豚残ってるんですけど、一番この熱々のうちにレバニラいっちゃいましょう。これレバニラこちらですよ。本当にここのねレバーは全く臭みがなくて、だってね、下処理が本格的なんで、これほん絶品です。絶対みんなに食べてほしい。やっぱりレバーうまいです。チャーハンもありがとうございます。ちょっと待って、チャーハンも来たんですけど、このレバニラうますぎ。パサつきゼロで、もうしっとりレバーで、臭みもないし、いいとこ取り。米だなこれは。そしたらチャーハンも出来たていっちゃいますか。これねうまいんですよ。もう念願だな。ちょっといただきます。このねしっとりしてるんですけれども、パラパラで、このねラード感っていうのか、油の旨味、それがすっごい詰まってるんですよ。前回来た時はうちの娘がねずっとバク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 食べてまして、一瞬でなくなっちゃった。それぐらい美味しいチャーハンです。うまっ。ね、通常のチャーハンも美味しいんですけど、週末だったりとか祝日限定で販売しているエビチャーハンありまして、それもねうまいんだよね。絶品なんでね、ちょっと土日ですとかお休みの日にはね、そのエビチャーハンも食べに来ていただきたいです。いやこれあれだな、ちょっと今がっつきすぎてまして、どんどん追加注文をしないとこの食欲に追いつかないよね。忘れてた、めっちゃ忘れてた。この永遠さん、食べる自家製ラー油がありまして、これ販売もしてるんですけど卓上にもあるんですよ。このラー油がねすっごい独特でめちゃくちゃうまいんですけど、これがねうまくてですね、チャーハンにめちゃくちゃ合うんですよ。てかチャーハンというかラーメンとかにも合うし、全部合うんだけど、これはねうまい。いくらでも食えちゃうな。あ、一瞬だ。うますぎるな俺。ここでね食べてからはうちの娘もまたここ来たいっていう話をね家でするぐらいなんですよ。ただ自宅がね神奈川県なので、宇都宮まで来るのは2時間ちょっとかかるんですよ。フラッとね連れてこれる距離じゃない、そこだけが僕にとってのね悩みなんですけど、また遊び来たいな。うん、ありがとうございます。はい、あ、ごめんなさい。ホイコーローとナス素揚げと切っちゃいました。これ唐揚げ、これ揚げたてですよ。まあもちろんなんですけど、この唐揚げが絶品です。もう前回食べた時もいろいろねメニュー注文しまして、本当にね全品美味しかったんで、皆さんにこうご紹介したい料理が多すぎる。なんかいいなこういうの。やっぱ YouTube だとちょっとねサムネだったりとか見栄え気にしてね、一発でバンと頼むこともあったりするんですけど、こうやってね一品一品追加注文して出来たてを食べる、これ最高です。あーちょっと唐揚げいこう。
の薬物事件で日大アメフト部員が立件されるのは4人目です。こうした中、問題は大学生への反動に伴い、この唐揚げね、下味はね、かなり薄めというか、本当にお肉自体の旨味を味わう、そんな感じなんですけど、またね、衣もサクサクで、あられっぽいというか、すごく香ばしいおせんべいのような香り。うわー、これめちゃくちゃうまいんだよ。うまい。でちょっと下味もね結構優しいので、ここにこの絶品のラー油ですよ。いやこれねたまらんでしょ。全部うますぎるな。うわ、もちろんいつもの撮影も楽しいんですけど、今日特に楽しい。もうね、あんなに追加まで注文した品すべて一瞬で完食してしまいました。まだね一品物を追加注文してるんですけど、そろそろ締めに向かいますか。やっぱりここはね最後ラーメンも注文しないとですね。この地元の新聞なのかな、そういった記事なんかにも取り上げられてるみたいでして、貼ってあるんだけど、黄金のスープが自慢の鶏そばということで、てかこの鶏そばねラー油めっちゃ合うんで、それ皆さんに見ていただきましょうか。大好きだったんですよ前回。これありがとうございます。ということでただいま来ましたね、これナス素揚げなんですけど、これ美味しいんですよ。めちゃくちゃ本当に美味しい。もうこれですよ。わかるかな。ちょっともう早速ね食べて紹介しましょう。ちょっとナス素揚げいただきます。ナスの大洪水、噛んだ瞬間このナスのさ果汁っていうのかな、もう汁がジュワッと。でもねこの表面はしっかりとカリッとこう揚げられてまして、お芋のようなホクホク感というか、表面ホクホク中ジュワジュワ。これね食べてほしい、うん、ありがとうございます。はい、うわうまっ。また大ライスを一つとで、あと最後に鶏そば大盛りでお願いしていいですか。はい。もちろんまだねおかずも来ますので、大ライスと締めにねラーメンもちろん大盛りで注文させていただきましたんで、でちょっとこのじゃがいもの炒めですよ。これね前回頼みたかったんだけど、さすがにお腹いっぱいすぎて頼んなかったの。俺ちょっと全部具材いっちゃいますか。皆さんにこれ味とかご紹介したいのに箸が止まらない。ホクホクの甘いお芋とこのバラ肉、油の感じにそれ全部吸ったナスで、そこにねちょっとさっぱりとするピーマンですよ。シャキシャキ食感でね、この全部具材が合わさるとうますぎる。あ、これ絶対次来たらまた頼むな。
して本日最後の一品もの、ホワイトボードのメニューの方にはおすすめと書いてあるホイコーローですよ。危なかった、じゃがいもがうますぎてこのおすすめ品来る前にご飯行くとこだった。このホイコーローめちゃくちゃうまいです。このね、キャベツのシャキシャキ食感、これがたまんなくて。いただきますよ。やっぱりね、もちろん店名もあるとは思うんですけど、前回食べに来た時とか、今ね撮影中周り来店されてたお客様もラーメン食べに来てる方が結構多いんですけど、一回これ一品物とご飯でね、そんなランチもしてほしい。ここの一品物にハマってしまったらもう抜け出せない。ありがとうございます。すいません、はい。ありがとうございます。あります。本日のこちら、締めラストですね。鶏そばの大盛り注文しました。ちょっとね、まだ一品もの残ってるんですけど、この辺りでラーメンいっちゃいましょうか。このね、透き通ったスープよ。まあ、煮干し系のいい味ね。一発飲むと止まんなくなっちゃう。自体ね、塩分は薄くてあっさりしてるんですけど、だしのうまみとか香り、それがすごい詰まってるので、ラーメン屋さんのラーメンっていうよりかは本格中華料亭の上品なラーメンで、このねチャーシューなんですけど、これ見えますかね、鶏肉が表面カリッと焼かれてまして、これがねまた美味しいんですよ。で自家製ラー油打っちゃいましょう。残りですね、このホイコーローとライスですね。ちょうどお腹いっぱい。いや食べたね。ごちそうさまでした。はい、本日はですね、こちらラーメン延々さんで僕がね食べたかった一品物であったりとか、このラーメンでチャーハンご飯物等ですね、いろいろと食べ尽くしました。普段はですね、やっぱり気になるお店をツイッターですとか他 SNS でこう探してね、見つけて撮影に行くことが多いんですけれども、珍しく本当に私生活で行って美味しすぎてここ撮りたいなと
感動したお店ですね。本日は撮影をさせていただきました。まあね、結構動画内でもお話をしたんですけれども、本当にねこの料理のクオリティっていう部分に関してはいわゆる町中華ですとかそういったレベルではなくてですね、本当にどちらかというと本格の中華料亭みたいな、それぐらいこの完成度の高いメニューばかりでございます。なのにですよ、町中華ですとか定食屋さんとかそれと変わらない安価な値段でこれだけね最高の一品が楽しめますので、ぜひ皆さんこの栃木周辺、特に宇都宮の方ですね、遊びに来た際にはこのラーメン永遠さんで美味しいラーメン、そして一品もの食べ尽くしてみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね最近ではサブチャンネルでも活動を始めております。そちらは合わせて概要欄からチェックしてみてください。ということで、それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね、ごちそうさまでした。